アデア軍はアメリカ合衆国県タッキー州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は18,656人であり、2000年の17,244人から8.2%増加した。軍庁所在地はコロンビア市であり、同軍で人口最大の都市でもある。アデア軍は1801年に設立され、軍名は ケンタッキー州議会会員議長を務め、後にケンタッキー州知事になったジョン・アデアにちなんで名付けられた。アデア軍にはアメリカでも希少種になったアメリカ栗の木が自生している。軍内のどこにおいてもアルコール飲料の販売が禁止されているドライ軍である。ケンタッキー州議会会員では第51選挙区に属し、現在はテイラー軍の軍庁所在地、 キャンベルズビル出身の共和党員、ジョン・バーム・カーニーが代表である。これまでも常に共和党員を送り出してきた。州上院では第16選挙区に属し、現在は上院議長になっている、バークスビル出身のデイビット・エル・ウィリアムズが議員になっている。ウィリアムズの前任者で1974年から1987年まで勤めたダグモースリーもアデア軍住人だった。 アデア軍は1801年12月11日にグリーン軍から分離して設立された。翌年コロンビアが軍庁所在地に選定された。軍名はジョン・アデアにちなんで名付けられた。アデアは1815年のニューオーリンズの戦いでケンタッキー州の部隊を指揮しており、後には第8代ケンタッキー州知事になった。 ゲンタッキー州の120軍の中では44番目の成立だった。1872年4月29日、フランク・ジェームズとジェシー・ジェームズの兄弟が入っていたと考えられる5人組のギャングがコロンビア市の銀行から600ドルを奪い、現金追悼係、R.AC. マーティンを殺害した。アデア軍はペニーロイヤル地域に属しており、アパラチア山脈の西部にある。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は412.23平方マイルであり、このうち陸地406.84平方マイル、水域は5.39平方マイルで、水域率は1.31%である。軍域の40%以上が森に覆われている。グリーン川が軍の主要河川である。この川がアデア軍とテイラー軍にまたがる。 グリーン川、湖州立公園の主要地形である、グリーン川湖に注いでいる。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アデア軍は農業経済であり、家畜、落成品、トウモロコシ、タバコを生産している。1960年代には小さな石油ブームが起きた。軍内には適切な輸送手段がなかったために、 軍の発展は20世紀に入るまで遅れた。1973年にカンバーランドパークウェイが完成し、輸送問題がかなり改善された。軍内の公共教育はアデア軍教育学区が管轄している。小学校2校、中学校1校、高校1校が入っている。ありがとうございます。